皆さんこんにちは。有限会社テイク代表取締役の蔡良平です。僕は会社を経営する傍らで14年間占いをしてきたんですけども、その14年間やってきた占いの統計をもとに、そのお客さんの数が5万人以上っていう人たちの統計をもとに、これからお金の話であったり仕事の話だったり人間関係とか恋愛の話とかっていうのを YouTube を通して、そこであったいろんな話を伝えていこうっていうのが一つの目的で、この YouTube をやらせてもらってます。今回お話しするのが、4月に3冊目の本を出させてもらったんですけども、金運の正体という本を出させてもらったんですけども、内容的にはその金運を上げてもお金は入ってこないっていう話なんですけども、つまり中身は何かっていうと、自分の才能、どれだけ金運を上げてもお金なんて入ってきませんよと。だって自分の才能が何か、何を通してお金儲けするかっていうことを通した上で、それに何よりもその自分の才能が何かっていうことに気づいてもらうための本を出させてもらいました。で、今回その話の中で、この本の中に入れられなかった内容っていうのが実はあって、その内容を次回どっかで講演会があった時でも話そうかなと思ったんですけども、今のこの状況で講演会ができないので、ちょっとお話しさせていただこうって思った内容です。その内容っていうのは何かというと、次回僕どっかで運の強い子供を育てる親の共通点っていう本をちょっと出したいなって思ってるんですけども、その中に入れようかなって思った内容と、仕事の金運っていうものに対する、まあ、お金が入ってくる流れに対してどうやってお金持ちができるかっていうのでちょっと分かれてる話だったので、でもそれが一つになってるんですけど、まあ、一つ目は先ほど言った中にある僕がやってきた統計の中で、占いの統計の中でですね、裕福ではない、まあ、貧乏だったり裕福ではないっていう家で育った子供たちが、その後にやはり裕福ではないっていう生活を続ける確率、そしてお金持ちの家で育った子供たちが後にお金持ちになっていく確率っていうのが圧倒的に高いんです、実は。じゃあなんでそうなのかっていうことについて喋ってるのが、ちょっと長めの動画にしてるやつです。で、もう一つが、僕のところには独立起業したいって言って来られるお客さんがたくさんいらっしゃるんですけども、その中で、まあ、独立して起業して順調ではあると、食べては焼きますと、なんとかで、たくさんのお客さんにも来ていただいてるんだけども、このままの生活を続けててもお金持ちにはなれないって悩んでるお客さんもたくさんいて、言ってしまえばタイミングも良かったし、そして才能もあって、そしてたくさんのお客さんにも恵まれてるんだけども、それでもお金持ちになれない、なんとか生活できてるっていう個人事業主さんって実はたくさんいらっしゃって、この人たちがどうしてたくさんのお客さんにも恵まれて才能だってあるのにもかかわらずお金持ちになれないのかっていう原因はこれなんですっていうことを、実は、その YouTube のちょっと長めの動画にして、出させてもらってます。これをやってるのはやっぱ長いので、皆さんがやっぱり空いた時間の中で見るので、まあ、興味がある方だけ見ていただけたらいいなっていうことで、もう一回まとめてみると、自分の子供がお金持ちになるためにはもしかしたらここにきっかけがあるかもしれないって思ってるお父さんお母さん方、そしてもう一つは個人事業主、もしくはこれから独立したいと思ってる人、もしくは独立してるんだけど先ほど言ったみたいになかなかお金が入ってこないし、その上でカツカツだって言ってる個人事業主さんたち、こういう人たちがちょっと見てくれると、あって思えるきっかけになるかもしれないと思って、ちょっと長めの動画を上げてますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。その動画はこちらに出させていただいてます。どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。